アレックス・スミス。アレキサンダー・ダグラス・スミス。アレクサンダー・ダグラス・スミス。1984年5月7日台、は、アメリカ合衆国ワシントン州。ブレマートン出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック、QBE。現在は、NFL のワシントン・レッドスキンズに所属している。2005年の NFL ドラフトでは、全体1位で指名された。 彼の父親は高校の校長で彼はその高校に進学した。おじはミシガン州立大学のアメリカンフットボールのコーチであった。高校2年時から彼は先発出場しチームは25勝1敗の成績を残した。彼はカンファレンス、軍のオールチームに選出された。1試合に6タッチダウンパスを決めた試合もあった。この高校ではレジー・ブッシュと一緒にプレーした。 彼は、学業成績も優秀で、GPA は4.4となり1セメスター早く大学、入学資格を得て、サンディエゴ州立大学で学び始めた。わずか2年間で彼は、経済学学士の学位を得た。その後ユタ大学に入学した、彼は先発した試合で21勝1敗の成績を残し、2003年のリバティボール、2005年のフィエスタボールを制した。 2004年にチームを無敗に導く活躍を見せた彼はハイズマンショーの投票で4位となった大学でも彼は成績優秀で GPA は3.71で3年間で経済学の学位を取得して卒業した NFL コンバインでは40メートル走で4秒7ベンチプレスで335ポンド垂直飛びでは31インチ ワンダリックテストでは50点満点中40点の好成績を残した。2005年 NFL ドラフトの1巡目全体1位でサンフランシスコーナイナーズに指名されて、同年7月に6年間で4950万ドルの契約を結び入団した。なお2005年の NBA ドラフトでもユタ大学のアンドリュー・ボーガットが全体1位で指名された。 同じ大学から NFL と NBA でドラフト全体一位指名がされたのは史上初であった。ルーキーシーズンの2005年は9試合に出場、1タッチダウン11インターセプトと散々な成績に終わり、シーズン中盤からマイク・ノーランヘッドコーチによって彼は先発 QB から外された。2006年、チームのオフェンスコーディネーターにノーブ・ターナーが就任した。 チームのオフェンスは強化され、ドラフト1巡目で、メリーランド大学のタイトエンド、バーノン・デイビスを獲得、ランニングバックのケバン・バーローを、ニューヨーク・ジェッツに放出、フランク・ゴアを起用するようになった。オフシーズンに、新しいオフェンスコーディネーター、ワイドレシーバー、タイトエンドとの練習を積んだ彼は、シーズン開幕後の3試合で3タッチダウン、インターセプト0、814ヤード獲得という、 目覚ましい改善を見せた。カンザスシティチーフス戦に続く、オークランドレーダーズ戦でプロイリアと初の1試合3、タッチダウンパスを成功させた。しかし続く5試合では、平均153ヤードしか獲得できず6、タッチダウン、9インターセプトと不調に終わった。彼の成績は不振だったもののチームは11月23、連勝を果たした。11月5日のミネソタバイキングスとの試合で彼は、 初めて、ジョー・モンタナと会った。チームが、モンタナ現役当時の1989年の、ジャージを着てプレーしたこの試合では9から3と、バンクルワセでチームは、勝ちした。シアトル・シーホークス戦では、第4球に3から7と、リードされたところから2タッチダウンパス、1タッチダウンランを決めて勝利した。シーズン最終週には、プレーオフへの望みをつないでいた。 デンバーブロンコスと敵地インベスコフィールドアット、マイルハイで対戦。彼は194ヤード、1タッチダウンパスを上げる活躍でチームは勝利。ブロンコスをプレーオフ争いから脱落させた。全16試合に先発出場した彼は2890ヤードを獲得、16タッチダウン、16インターセプトの成績を残しチームも7勝9敗とプレーオフにあと一歩のところまで行った。 2007年、ノーブ・ターナーがサンディエゴ・チャージャーズのヘッドコーチに就任したため、ジム・ホストラーの下で新しい攻撃システムを学ぶこととなった。彼の攻撃システムは、ターナーのものと2005年にウェストコースト・フェンスを用いたマイク・マッカーシーのシステムをミックスしたようなものであった。オフシーズンの補強でチームには、ワイドレシーバーのダレル、ジャクソン、アシュリー・レディ、 ルーキーのジェイソンヒルが加わった。開幕第1週のマンデーナイトフットボールでは残り2分を切ったところからスクランブルで25ヤード走るプレーなどを見せて逆転勝利を演出した。9月30日に行われたシアトルシーホークス戦でシーホークスのディフェンスタックルロッキー・バーナードにサックされた際に右肩を負傷して退場した。 この負傷で3試合を欠場し10月28日の試合で復帰した。しかしリーグの QB のパス成功率が平均60%ぐらいなところ、スミスのパス成功率は50%を下回り、QB レーティングは57.2となり彼より低いのはわずか1人、チームも11月25日まで勝ち星から遠ざかった。このため、ノーランヘッドコーチは11月12日の敗戦後、 彼を先発から外しトレント・ディルファーを先発させた。12月11日には彼は故障者リストに入れられ、シーズンを終えた。2008年のトレーニングキャンプで彼は、ショーン・ヒル、JT ・オサリバンと先発 QB の座を争った。ジム・ホストラー・オフェンスコーディネーターは解任されており、デトロイト・ライオンズやセントルイスラムズで、オフェンスコーディネーターやヘッドコーチを務めたマイク・マーツが、 新しいオフェンスコーディネーターに就任しており、彼にとっては4年目で4人目となるコーディネーターであった。過去3年間と大きく攻撃システムに変更がされており、ライオンズ時代に控え QB として、マーツのシステムに精通していた、オサリバンのが、プレシーズンゲームで高成績を上げて先発 QB に指名された。この決定を聞いた元 NFL ヘッドコーチのジムイモーラはスミスを、 バスと期待外れと呼び、フォーティナイナーズは2005年のドラフト全体1位で彼を指名するべきではなかったと評した。9月10日に彼は故障者リスト入り仕方の再手術を受けることとなった。サラリーキャップの問題もありフォーティナイナーズ g m のスコット・マクルーハンは彼を2009年シーズン開幕前に解雇したいことを明らかにしたが10月21日にマイク・ノーランヘッドコーチを任した後、 チームはスミスに契約見直しをさせたい意向を示した。2009年3月スミスとチームは合意に達し彼はチームに残留することとなった。2009年の先発 QB 争いでも比ジに敗れたが、第7週の試合、0から21とリードされた第3球に交代出場を果たし3、タッチダウンパスを成功し21から24と惜しくも勝利を逃す活躍を見せた。 10月26日の記者会見で、マイク・シングレタリーヘッドコーチから、次週からの先発 QB となることが発表された。2010年は、第7週のカロライナ・パンサーズ戦で肩を痛めた後、トロイ・スミスに5試合先発 QB の座を奪われ、11試合の出場で、パス2370ヤード獲得、14タッチダウン、10インターセプト、 QB レーティング82.1の成績を残した。2011年、ロックアウト中に、ーナイナーズの合同練習を主催した。7月29日、チームと1年490万ドルの契約延長を果たした。ドラフト二巡ルーキーのコリン・キャバニックと先発 QB を争った結果、開幕先発 QB に指名された。この年スミスは、 3150ヤードを投げて 17td5int と堅実なプレーを見せて13勝3敗での地区優勝に貢献した。またレギュラーシーズンの第4球に5回逆転ドライブを達成している。ニューオーリンズセインツとのディビジョナルプレーオフでは残り2分、余りでの27ヤードの td ラン、残り9秒でのバーノン・デイビスへの14ヤードの td パスを決めて、 36から32での勝利に貢献した NFC チャンピオンシップゲームでニューヨークジャイアンツに敗れスーパーボール出場はご一歩の頃で実現しなかった第46回スーパーボール直前にスーパーボール開催地インディアナポリスで行われたプレイ60ミシェル・オバマと NFL が取り組んでいる子供の肥満問題を解決しようするプロジェクトのイベントに コルツのドワイトフリーニーと共に登場した。2012年の第3週の途中までパス249回連続でインターセプトなしのライナーズ記録を作っている。第5週のバッファロービルズ戦ではパスで303ヤード、3td、チームオフェンスで621ヤードというチーム記録となるオフェンスを展開した。第6週のニューヨークジャイアンツ戦では3。 インターセプトを騎士し破れた。第8週のアリゾナカージナルス戦では、パス19回中18回成功、232ヤードを獲得、3td,0int で、レーティング157.1と大活躍し、NFC 週間 MVP 攻撃部門に選ばれた。パス失敗1回、パス成功率94.7%はいずれも、NFL 記録であった。 第10周のセントルイスラムズ戦の第2球、TD パスを決めたプレーで、脳震盪を起こし負傷退場。コリン・キャバニックが交代出場したが、試合は24から24の引き分けに終わった。翌週のシカゴ・ベアーズは怪我のため欠場。先発したキャバニックは、パス23回中16回成功、243ヤード二 TD を上げて、チームは32から7で勝利した。 スミスは、怪我から回復したが、ハーボーヘッドコーチが、キャパニックを先発で起用し続けたため論争が起こった。スミスは、QB レーティングで、NFL3 位の104.1、パス成功率で、NFL トップの70%、ハーボーヘッドコーチが就任してから先発で19勝5敗1分の成績を上げており、一方キャパニックは、スクランブル能力や強権を持っていた。 チームはこの年、第47回スーパーボールまで勝ち上がったが、彼の出番はなかった。この年、パス218本中153本成功、パス成功率70.2%、1737ヤード、13td5 インターセプト、q b レーティング104.1の成績を残し、彼が先発した試合では、チームは6勝2敗1分であった。 2013年3月、その年のドラフト二巡指名権及び2014年のドラフト指名権とのトレードでカンザスシティチーフスへ移籍した。この年開幕からの9連勝に貢献。第15週のオークランドレーダーズ戦ではパス20回中17回成功。ジャマール・チャールズへの 4TD パスを含む 5TD パスを上げて前年2勝だったチームは11勝目を上げてプレーオフ出場を決めた。 この年15試合に出場し、3313ヤード、28td、q b レーティング89.1の成績を残した。インディアナポリス・コルツとのプレーオフでは、試合には、敗れたもののパスで37ヤードを獲得、4td、インターセプト0の活躍を見せた。2018年1月30日、その年のドラフト三巡指名権及びコーナーバックの、 ケンドールフラーとのトレードでワシントン・レッドスキンズへ移籍した。新天地でもエース q b として期待通りの活躍を見せ、第10周時点でチームを6勝3敗の畜生に導いていた。しかし、第11周のヒューストン・テキサンズ戦の試合中にサックを浴びた際、右足首を骨折。そのままシーズンを終えることとなった。チームは、スミすスり脱後、 わずか1勝しか挙げられず7勝9敗の地区3位に終わった。2005年の入団から2011年までの7年間で7人の異なるオフェンスコーディネーター、マイク・マッカーシー、ノーブ・ターナー、ジム・ホストラー、マイク・マーツ、ジミー・レイ、マイク・ジョンソン、クレッグ・ローマンの指導を受けている。2011年、ロックアウト期間中、 ーティナイナーズがその年のドラフトに順で指名したコリン・キャバニックを合同練習で指導した。キャバニックによるとスミスはかつてトレント・ディルファーに助けて持ったため新人 QB を助けたいと語ったという。2011年アレックスを頭文字にした指名表記が A スミスであることにかけて日本テレビの NFL クラブのインタビューアーから日本の声優 アスミカナのキャッチフレーズ、イエス、アス、を言ってくれるように依頼され、実際に行った。このことが、インターネットで話題となり、ツイッターなどで、彼や4 9ナーズの試合を話題にするとき、イエス・アスミスと発言したり、ハッシュタグ、イエス・アスミスが付加されたりすることが頻発した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。